お集まりいただきありがとうございます。ただいまから定例の知事記者会見を行います。本日の発表事項は令和6年度6月補正予算案等について、富士山登山規制に係る仮設ゲートの設置等についての2件です。それでは長崎知事から発表いたします。はい、それではよろしくお願いをいたします。まずはじめに、6月補正予算についてですが、本日は、ついてですが、まず、提出予定案件、および、編成作業中の補正予算の概要について、お伝えをしたいと思います。まず6月定例県議会ですが、6月の25日に、召集を予定しております。提出案件、予算案4件、条例案12件などを、などであります。補正予算額ですが、一般会計で193億円程度となる見込みとなっております。続きまして、計上予定の主な事業などにつきまして、ご説明いたします。第一に、当面する県政課題への対応についてです。人口減少に歯止めがかからない、今日、人口増を前提に作り上げた社会システム、これがさまざまな局面において、我々の現実の生活を支えきれなくなってきた来ていると認識をしております。2月議会におきまして、本県は、あらゆる社会課題の兆候を、どこよりも早く、察知をし、そして県民生活における豊かさを最大化するべく、必要施策を展開させる決意を示し、本年を、県民生活強靭化元年と、位置づけたところであります。このいわば日本社会の構造的な歪みというとも言うべき諸課題に向き合い、その是正を図っていくため、停滞することなく積極的な施策展開を行ってまいりたいと思います。そのうちまず人口減少対策、人口減少危機対策についてであります。これまでの取り組みを土台といたしまして、本年度はいよいよ本格的な実行フェーズへと移行してまいります。昨年度から若者が結婚をためらう理由や子どもを産まない、あるいは産めない要因などにつきまして、さまざまな観点から調査を実施してきたところであります。結婚から妊娠、出産、子育てに至るまでの支援を検討するにあたり、人に着目をすると、大きなアプローチの方向性として、経済的負担の軽減と、そして妊幼性の担保、この2つがあろうかと考えます。このうち後者につきましては、プレコンセプションケアの推進や、これを前提といたしました卵子凍結に対する助成など、当初予算までに取り組みを一定程度充実をさせているところであります。そのため今般は経済的負担の軽減、これを中心に施策を講じてまいります。例えばですね、調査によりますと、奨学金返済の負担が就職先の選択、あるいは結婚、出産などに相当程度影響を与えていると、このことが判明しております。これまで機械電子産業への就職者を対象に奨学金の返済を支援してまいりましたが、この度幅広い業種を対象とした新たな支援制度を構築し、県内企業と協調して支援をしてまいりたいと考えます。また働き方改革などの実態調査におきまして、非正規で働く理由として家事や育児、介護に時間が必要との回答が多く、特に女性でこの傾向が顕著となっております。経済的な理由で結婚や妊娠、出産などを諦めることがないよう、非正規雇用の正規化を促進をしていくため、まずは女性の正規雇用化に向けた支援のモデル事業を実施し、今後の施策に生かしてまいりたいと思います。加えまして、人口減少危機対策の推進にあたりましては、県民の皆様との危機感の共有、これが何よりも重要であります。このためパブリックコミュニケーションの高度化、これが必要になっていく、このように考えています。そこで新たな取り組みといたしまして、各分野で活躍されている皆様にアンバサダーとしてご協力をいただき、当事者目線でのコミュニケーションの強化を図ってまいりたいと思います。さらに、加えまして、県民それぞれのライフステージにおきまして、切れ目のない支援を実現をしていくためには、住民生活に最も身近な行政機関であります、市町村の主体的な取り組みが、不可欠でございます。そこで、
女性制度を創設いたしまして、結婚や子育てなどに関する、市町村の先進的な取り組み、これをしっかりと支援をすることとし、うち優良事例につきましては、類似の課題を抱える市町村への横展開を図ってまいりたいと思います。次に、物流の2024年問題への対応についてです。労働力が減少する今日、各業界での働き方改革の推進は、地域経済基盤の強靭化の観点から極めて重要であります。県としてもこれに積極的に向き合い、取り組みを行っているところであります。特に物流業界におきましては、今年4月に適用されましたドライバーの時間外労働の上限規制によりまして、輸送能力の低下が懸念されるところでございます。物流の停滞は県民生活の利便性を大きく毀損させるとともに、企業の経済活動にも多大な影響を与えることとなります。そこで今般、山梨県物流基盤の強化に関する条例案を提出することといたします。この条例案におきましては、物流機能が将来にわたって十分に発揮されるよう、行政や事業者、消費者である県民の皆様の主体的な取り組みを促すべく、施策の基本的理念などを規定していきます。さらに、2024年問題の県内への影響や、本県物流事業者の特性などを調査し、今後の効果的な施策の立案につなげてまいりたいと思います。加えまして、県民の皆様に対しましては、再配達の削減に向けた行動変容をお願いするべく、市町村と連携し、宅配ボックスの購入に対する助成を行うことといたします。引き続き、国、市町村、そして事業者の皆様などとしっかりと連携をし、持続可能な物流の実現に向けた取り組みを推進してまいります。なおですね、今後、人口減少危機対策や物流の2024年問題に加えまして、団塊の世代のすべてが後期高齢者となります2025年、すなわち来年ですが、2025年を見据え、ケアラーの問題にも取り組んでまいります。これまで必要な方に必要なサービスを提供できるよう、介護待機者ゼロを目指し、令和8年度までの実現を図っているところであります。今後、これに加えまして、ケアを行うご家族、あるいはその周囲への影響も踏まえ、介護離職者ゼロ社会という観点で施策を検討するべく、9月議会には本格的な実態調査が実施できるよう準備を進めてまいります。これまで本県が先進的に取り組んでまいりましたヤングケアラーの問題、あるいは男性介護者の問題も議論になっておりますが、このように家族ケアのあり方、大変多様で複雑になっており、まずはその実態と課題の把握、これをしっかりと進めてまいりたいと考えております。次に、喫緊の課題となっております、富士山登山の安全対策について申し述べます。ご案内のとおり、今年度から5合目の登山規制始まりますが、円滑な実施に向け、関係者の皆様の意見もいただきながら、対策強化に迅速に対応しているところであります。具体的には規制によるトラブルを未然に防ぎ、登山者の利便性向上を図るため、事前決済機能を備えた通行予約システム、これを先月20日に導入いたしました。このほか巡回指導員の増員などを行うとともに、今年の夏の規制状況をしっかりと検証し、来年以降の改善につなげてまいります。加えまして、麓から登る伝統的登山の振興、これは富士山の文化的意義の理解促進のみならず、登山者の分散化という効果も期待できるところであります。そこで、当初予算にはすでにです、吉田口登山道に関するものを計上しておりますが、これに加えまして、山中口登山道、船津口登山道など、西の登山道や巡礼路につきましても調査を行い、その結果を今後の古道、古い道の振興などに活用してまいりたいと思います。地元市町村や温室林組合など関係者の皆様のご理解とそしてご協力をいただきながら、
しっかりと連帯をして取り組んでまいりたいと思います。次に、公約の第一の柱でありますふるさと強靭化について申し述べます。今後のソフト面での県民生活の強靭化につきましては、先ほど来申し上げましたケアラー支援、これを軸に大きな議論を行ってまいりたいと思います。今補正予算ですが、ハード面で防災減災、県土の強靭化に向け公共事業につきまして、国の内需増に伴う事業費を計上いたします。また新山梨環状道路の北部区間につきましては、本年4月、甲府市桜井から塚原までの約 5.5 キロメートル新規事業化されました。沿線自治体や地元関係者の皆様と力を合わせ早期の事業化を要望してきたところでありますので、引き続き一日も早い全線開通を目指し全力で取り組みを進めてまいります。次に公約の第二の柱となります開くという字を書く甲斐の国づくりについてです。この甲斐の国の潜在的な可能性から大きな花を開かせ、そして豊かさとして結実をさせるべく常に新たな一歩を踏み出してまいるといくという心がけを持って臨んでまいります。その一例といたしまして、スタートアップやものづくりスタートアップですとかものづくりにとらわれない新事業一般、その新事業の創出を支援する体制の構築について申し述べます。この開くという字を書く甲斐の国におけますあらゆる挑戦をしっかりと強力に支援をするべく、本年4月その司令塔として新事業チャレンジ推進グループを設置したところでございます。今般新事業競争プラットフォームを構築をし、あらゆる挑戦を受け入れ、さまざまな支援機関あるいは金融機関と有機的に連携をし、伴走支援をする体制を整備してまいります。最後に山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例の改正について申し述べます。本県におきますゴルフ場開発ですが、昭和48年に条例を制定し、造成事業の適正化を図ってきたところであります。その後バブル景気の下での過剰な開発が懸念される中、ゴルフ場の開発は実質的に凍結をしてまいりました。この点、先般県議会から県土の強靭化と高付加価値化を推進するためには良好な地域環境を確保しつつ、民間による適切な投資開発を取り込んでいくべきとのご提言をいただいたところであります。これを踏まえまして、地域の意向を十分尊重するとともに自然環境との調和が図られる開発につきましては、これを認めることといたします。合わせて時代に即しました合理的な設計が可能となるように、条例で定める設計基準の見直しを行います。今後とも社会情勢の変化に適時適切に対応し、良好な地域環境の確保、そして県土の強靭化、高付加価値化ともに推進してまいりたいと思います。本件に関しましては以上です。なお詳細後ほど財政課長からご説明申し上げます。次にですね、富士山登山規制にかかる仮設ゲートの設置などについて申し述べます。まず仮設ゲートの設置ですが、今年の夏の富士山登山規制にかかるゲートの設置工事、明後日13日から始めることといたしました。今回設置するゲートですが、これは仮設となりますが、今年の夏の開山期間中強風など富士山の厳しい自然環境にも十分耐えられるものであり、景観にも配慮し色は茶色系をベースにいたします。この仮設ゲート設置に4日程度かかる見込みとなっております。17日に報道の皆様に工事を行っている様子や完成後のゲートを公開したいと思います。次にですね、富士山5合目におきます受付業務などの事前リハーサル、これをですね、19日に行うことといたしました。今回は規制業務を請け負う事業者に参加をいただき、実際の現場においてより実践的なリハーサルを行いたいと思います。規制が現場でどのように行われるのか、詳細をしっかり
私自身確認したいと思いますので、当日私も参加したいと思います。このリハーサル通しまして明らかとなった運用上の問題点、課題、これをしっかりと改善をし、7月以降の円滑な実施につなげていきたいと考えております。なお、このリハーサルの様子も報道の皆様に公開したいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。最後3点目ですが、規制の海外向け周知についてですけれども、この登山規制ですが、さまざまな手段により、これまで情報を発信してきたところですが、一方で、外国からの登山者の皆さんに、いかに情報を届けるか、これは引き続き大きな課題となっております。そこで、来週17日ですが、日本外国特派員協会におきまして、富士山登山規制についてお話しする機会を、いただいたところであります。世界遺産である富士山で今何が起こっているのか、なぜ登山規制が必要なのか、日本初の試みでありますこの登山規制につきまして、私どもの考えをしっかり説明をしてまいりたいと思います。改ざんまで残すとかあと20日余りとなりました。引き続き関係の皆様と連携をしてです、この登山規制、無事にスタートできるよう、あるいは混乱を極小化できるよう、最善の準備を進めていきたいと思います。本日私からは以上です。ただいまの発表事項についてご質問をお受けいたします。質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。三日さん。山梨日新聞の前島です。よろしくお願いします。2点をお伺いいたします。はい。1点目、人口減少対策について、お尋ねします。先ほど知事のお話でもありましたけれども、特にこの問題に関して言えば危機感の共有、この1点についてはですね、山梨県が、タクトを振ったとしてもなかなか行動変容を促すことができなければ、なかなかこの問題というのは解決しない。その中でパブリックコミュニケーション高度化事業費、ございましたけれども、この事業の内容と、今後この危機感をですね、どのようにこう広げていくか、この点についてお尋ねいたします。まず人口減少もで、じわりじわりですね、その危機感が、これは県内はもとよりですね、オールジャパンで、広がりつつあるのかなと、思います。先般 の, その発表されましたその出生率の、連続の低下ですね、こういう数字は相当程度やっぱりその少なくとも関係者にはインパクトがありましたし、また国全体でも大きな動きのきっかけとなりつつありますが、特に重要なのはやはりその全ての県民の皆さんにやっぱりこの人口減少問題は極めてその問題なんだと、いうことをですね、解決すべき課題なんだということをです、ご理解いただく上では、いろんなチャンネルを通じてですね、その発信をする必要があるのかなと思ってます。これまで伝統的なやり方じゃなくて、そのセグメントごとにその最適な情報の届け方は何か、こういうものもですね、しっかり把握しながら、それを実施をしていきたいと、思います。具体的な事業の中身はじゃあ財政課長お願いいたします。では、詳細についてお答えを申し上げます。アンバサダーさんというところを、県内の、各分野で活躍されている方を、ご協力をいただいて、任命をさせていただきまして、自身の体験、なども踏まえながら当事者目線での情報発信を行っていただくところでございまして、活動内容としては、SNS 等の、情報発信とともに、実際のリアルのイベントも掛け合わせながらやっていくというところで、まさに県民目線、当事者目線での情報発信をやるとともにですね、これ新たな試みとしての広報手段ですので、この手法についての効果検証も行った上で、今後他の手段に有効かどうかも含めて検討してまいりたいというふうに思っております。人数の規模についてはもうすでに決まっていますか。アンバサダー、はい、現在15名程度を想定しております。もう少し盛り上がればさらに追加する、とそういうイメージだと思います。2点目、ゴルフ場条例の改正について、お伺いいたします。
ゴルフ場に関して言えば、まあ、山梨県非常にあの長い、県政課題となってきた経緯があります。特に天野県政課、環境首都構想を掲げた天野県政課では、まあ、実績に先ほどおっしゃったような凍結というような状況になりました。ここで方針を大きく転換するということに関して、どのような判断でこのような条例改正という形になったのかということをお尋ねいたします。あの最近の、まあ、天野県政当時はですね、まさにそのこれからどん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 こうゴルフ場がこう、できて、まあ、さらにそこでその環境破壊、まあ、これによる環境破壊というものがですね、まあ、大変深刻な事態として、まあ、認識され、それがゆえの規制であろうと認識をしております。まあ、ただ最近 の, その経済状況はですね、まあ、当時こう盛り上がこう 急速に盛り上がるようなその状況とはやっぱり異なって、まあ、ある意味その、まあ、いかにその、なんていうんですか、その環境に配慮しながらその、まあ、地域経済にもあの目配りをしていくか、まあ、こういうことが求められているんだろうと思っております。あの当然その環境への配慮というのはあの最もあの最大限ですが、その環境に配慮しながらですね、まあ、もう少しその経済開発、つまりそこにその経済開発の先にはですね、県民の皆様の生活がありますので、その生活の維持あるいは向上にどう工夫を凝らすか、まあ、こういうことをですね、やっぱり考える時代環境というか経済環境、あるいは、まあ、そういうものになってきているのかなと、まあ、このように認識をしています。さまざまその、まあ、その後の技術開発もある中で、まあ、例えばその農薬ですとかいろんなものについてですね、その工夫の余地もあり得るはずですので、まあ、そういうものをしっかり見極めながら、まあ、環境破壊は許さない、これはもう山梨県の県税、もう環境首都以来の伝統的なその価値観だと思いますし、まあ、私はそれは一番重要なことだと思いますが、まあ、その、 伝統価値観のもとでですね、まあ、工夫の余地を見出していく、まあ、これが求められると思いますので、まあ、それをですね、行っていきたいと思います。基本的には条例は緩和する方向ということの理解でよろしいですか。弾力化するというか弾力化する、はいはい、お答え申し上げます。条例自体はですね、条例はその、何かを作る場合の、規制でありまして、先ほどの総量規制といったようなもの自体はこちらは運用基準の方になってまして、条例と直接ではございません。それと合わせての全体としてのものになりますので、条例の改正自体はですね、その面積のようなものが規定されているものではありません。そうするとちょっと細かいところになりますけれども、こちらにある設計基準を見直しをされるということですけども、ここが緩和されるということになるんでしょうか。さようでございます。まあ、例えばですけれども、今回で言いますと、擁壁について、まあ、他の法令で認められているような、まあ、工法というのが残念ながら認められていないところがございます。まあ、要は開発を前提としてアップトゥーデートがされていない部分がありますので、そういったものを合わせたりというようなところの、まあ、一部の改正でございます。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。朝日新聞さん。朝日新聞三宅と言いますが、はい、奨学金の問題で一つお尋ねします。まあ、この返済義務のある奨学金については、まあ、かねてから長引く不況の中で、まあ、若い人の大きな負担になるということで、まあ、いろんな議論がなされてきたところだと思うんですけれども、まあ、この度の県の方策というものは、まあ、人口対策ということでいうと都道府県間の競争という面も多分あるでしょうから、今回の制度について山梨県の独自性というかセールスポイントというか、そういうことがあれば教えてください。まあ、その奨学金の返済負担に関する支援がないところと、まあ、まあ、これを導入した後の山梨県では、まあ、そういう意味では山梨県にとっての社会像の、まあ、要因、一つの誘因になりうるんだろうなと思ってます。他方でその我々が重視しますその自然増減対策ですと、やっぱりこの若い人たちの生活において、その、
まあ、一番その経済的な問題がその婚姻結婚への躊躇ですとか、あるいはその先 その子供を持とうかとか、まあ、こういうことにこう関わっているわけですが、その経済的要因を少しでもですね、改善を、する上で、まあ、社会人初年なんですけど、1年目 その、まあ、これから給料上がっていくぞという時の人からすると、やっぱり重い負担をですね、少しでもこう山梨県にいる間は軽減されるぞと、まあ、そういうことができればです、まあ、先々、なんですけど、その経済的な不安を抱えることなく、まあ、自分の幸せを追求していただけるような、まあ、そんな環境を整えることができるのかな、まあ、それはひいては人口減、自然増減に、結婚の増加、あるいはその先の人口増にもつながっていくといいなと、まあ、こういう期待のもとにですね、行っていく施策だと ご理解いただければと思います。内容について先行している他の都道府県にないものっていうか、そういうものがありますか。どうですか。全て承知しているわけではございませんので、お答えすることは困難でございますけども、これ他の自治体で配慮されているかどうかというのはちょっと分かりませんが、例えばですけど今回工夫した点といたします と、基本的にどのと、まあ、自治体でも、その、自治体の中の企業にお勤めであって、かつそこにお住まいの方という場合がありますけれども、例えばですけども、中小企業でも支店が別にあって、例えば東京支店にお勤めになられること、まあその場合対象から外れるというようなケースがあります。そういった場合であっても、その期間については除籍期間として戻ってきたらまた対応できるというように、そういった期間を柔軟に対応できるといった配慮はしております。まあちょっと詳細については、またただ都道府県との正確な比較があるかは分かりませんけれども、後ほど担当部局とお答えしたいと思います。分かりました、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。NHK さん。 NHK の立松です。よろしくお願いいたします。富士山の関係でお伺いいたします。17日に知事が特派員協会で外国プレス向けに会見をされるということですけれども、まあ、改めてその海外向けの発信のに対する課題をどう感じられているのかと、あと海外から その注目度というのをどういうふうに感じているかをお願いいたします。まあ、一つは昨年のですね、夏に、まあ、CNN はじめ、まあ、海外のそうです、要はメガネットワークというんでしょうか、まあ、そういうところがですね、関心を強い関心を示していただいて、まあ、そこに対してその、まあ、危機感とともにですね、報道をしていただきました。まあ、おそらく今年も同じようにその国際的な注目が集まるかと思いますが、まあ、そこで要は地元としてですね、このオーバーツーリズム、もしくはその、多すぎる観光客の問題、これについては積極的に向き合っているんだということはですね、少なくとも伝えていきたいと思います。我々は決して無策ではなくて、かなりある意味この人数規制というそのドラスティックなことを、まあ、地元の皆さんのご理解いただいた上でやろうとしている、まあ、このことは伝えていきたいと思いますが、まあ、そこから先まあ、海外の皆さんと、まあ、対話のきっかけとしてですね、まあ、海外から見て、日本のその富士山のこのオーバーツーリズム問題どう、見られているのか、まあ、こういうものは少しコミュニケーションを取って、まあ、さらにですね、その、秋以降の、対応につなげていきたいと、考えています。よろしいでしょうか。よろしいですかね。それでは発表事項以外の一般事項の質問をお受けいたします。いかがでしょうか。読売さん。読売新聞の米山と申します。よろしくお願いします。はい、2点を伺いたいと思います。まず1点目ですけれども、今日から富士山 の新交通システムの座談会が始まりました。はいはい、全体の開催24回予定してますけれども、参加者がまだあまり少ないというふうに聞いておりまして、今日も3回開催するうちの夜の会が中心になると伺っております。今日の今日なんで具体的な内容まで入ってきてないかと思いますけれども、初日の開催状況についてどう受け止めているか伺いますでしょうか。はい、それはじゃあまずちょっと状況。はい、すいません、私もまだ正確な情報を報告をいただいてないんですけれども、今日確かにですね、最初の初回ですが6名参加予定だったんですけれども、そこはまあ急遽ご本人のご事情で、まあ、4名になってしまったということでございます。ただその後の会が5名で、今日ちょっと夜はなしということでございます。どうしても先週発表されてさせていただいてから少し時間的な
ものがなかったということで、まだ参加いただいている数が少ないわけでございますけれども、徐々に増加しておりまして、今日の昼の段階でもですね、昨日35名だったんですが、今日もう44名ということで、しっかりとその反応をですね、増えてきているような状況にはございます。で、今日の状況についてはまだまだいろいろとですね、すいません、報告をいただいていない部分もあるので、また改めて、はい、確認をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。まあ、人数少ない方が濃密な議論ができると思いますので、振るってです、人数少ないからダメというわけでは全然なくて、むしろ濃いコミュニケーションができるという効果もあろうかと思いますので、我々としてはしっかりと、誠実に向き合っていきたいと思います。わかりました。で、2点目ですけれども、知事の政治資金問題、2点目ですけれども、知事の政治資金問題について伺いたいと思います。今年1月に市民団体が刑事告発して、今東京地検の方で受理するかどうか検討されていると伺っております。その後東京地検から何かしら連絡などあったのか、またもし今後知事としてどう対応していくかなどお考えありましたら伺えますでしょうか。はい、この問題につきまして、ご指摘の通り、今刑事告発を、されておられます。私どもは検察当局の捜査に対しまして誠意を持って全面的に協力をしていきたいということで望んでいくということとしております。ただ詳細につきましては一定の区切りがつくまでは申し述べることは差し控えたいと思いますが、一定の区切りがついた段階で再度しっかりとした説明をする機会を設けまして、これまで、お話でき、区切りがついた段階です、もろもろ、お話をすることを控えていた問題も含めてですね、皆様に、説明を、していきたいと思います。なお、すいません、この段階で、ちょっと一言一つ、私どもお願いをしたいこともございまして、ぜひですね、今申し上げましたように一区切りつきましたところ です、しっかりと、事実関係含め、詳細は、説明をしたいと、思いますので、要は私ども事務所、もろもろスタッフもプライベート、がございますので、ぜひ、報道の自由は十分、承知はしているんですけれども、他方でですね、プライバシーというか、平穏な生活についてはです、ぜひご配慮いただけるとありがたいと思います。他にいかがでしょうか。 UTI さん。 UTI の武藤と申します。発表事項の方ですみません、よろしいでしょうか。大丈夫です、はい、どうぞ。ありがとうございます。奨学金の件なんですけれども、もう少し例えば具体的などの程度補助があるのかとか、もし具体的な内容もし今の時点でお話しいただけることがあれば教えていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと詳細を。はい、では詳細を申し上げたいと思います。まずこれまでものづくり人材就業支援事業というものがございましたが、こちらについて理工系等の対象にしているものでございましたが、そういった職種の限定はございません。先ほどの朝日さんのご質問にもあったようなところで言うと、先行する都道府県の中にも全く職種の制限がないところもありますけれども、一定の制限を置いているところも散見されるところでありますので、そういう意味で言うと他に比べてもメリットあるのかなと思っております。そういった方の中で35歳未満の方を対象としております。その上で、全業種の中小企業にお勤めになられる方が県内に勤務された場合ってことになります。ただし、その先ほど申し上げたように、県外に例えば支店とかにお勤めになられる場合というのは、対象期間8年を想定していますけれども、除斥期間として設けて、例えばその2年を除いた8年間でということになります。その上で考え方といたしましては、第一種の日本学生支援機構の奨学金を出され、借りた場合、おおむね全体の自己負担というのは240万円になります。このうち120万円を企業と県で折半というところになります。そうすると120万円になります。120万円でだいたい1年間でお返しされる額が15万円になりますので、8年間でこちらをお返しするというところになります。これを一旦払っていただいたものを、いただいたとしてですね、払ったものについて、その翌年にその実績に合わせて、
その企業が払った分との同額をお支払いするということになります。なので8年間は自分が払った分がそのまま企業と県から戻ってくる、ただその後8年間は自分でお支払いすると、まあ、全体で見ればおおむね2分の1程度を想定しているものになります。このあたりでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。日経さん。日本経済新聞の松永です。よろしくお願いします。すみません、発表案件になりますけども、ゴルフ場の、まあ、これまで、開発を凍結していたものを、まあ、解除する解禁するということになりますが、県議会からの提言があったということで、あとはその、まあ、地域の意向を十分、尊重していくということですけども、具体的にですね、どういうようなこう要望みたいなものが、地域あるいはその県議からですね、こう届いているのかというところを教えていただきたいと思います。まあ、まだ正式な話としては来てないんですけども、可能性があり得る話としましては、まあ、ゴルフ場の増設、コースの増設を、したいということで、まあ、これは東部地区ですけれども、その、増設の要望がございます。まあ、合わせてそこに、まあ、なんて言うでしょう、高付加価値なその、まあまあ、なんて言うんですか、このクラブハウスというかこう、まあまあ、宿泊施設も考えているような話は伺って、構想があるように伺っておりますので、まあ、そういうものがあるとその、まあ、多く地元 の、 皆さん の、 その雇用の場ができるということで、私たちはその、まあ、この条例と合わせてですね、まあ、そういうものについて、まあ、もちろん環境を破壊しないことは大前提ですけど、大前提ですし、また地元からのその、賛成というか、まあ、要望があるのはこれもまた大前提のその2ですけれども、まあ、そういうものを踏まえてですね、それは正面から向き合っていきたいと考えているところであります。ありがとうございます。あともう1点、女性のですね、まあ、非正規社員 の、 その正規社員化、はい、これモデル事業をされるということですけども、モデル事業というのは具体的にどんなものなのかというのを教えていただけますか。これはですね、例えば特にそのお家から離れることは難しいような、シングルマザー、まあ、一人親家庭 の、 女性の皆さん、なんかこう、まあ、一番念頭にありますが、IT に関する、要はデジタルに関するその技術を習得していただいて、まあ、これ今デジタル技術者、 IT 技術者、デジタル技術者、そのもう全国で本当に引っ張りだこになって、ますので、まあ、そういうまさにそういう求められる、その技能を習得していただいて、まあ、ある意味そのオンラインというかですね、そのテレワークででもこう働けるような、働いてしっかりとした給与が出るような、まあ、こういうその雇用につなげていきたいと、思っています。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして定例知事会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。